捕まえてごらん。こんなステージあるんだね。知らない、こんなステージ知らない。てか俺壁抜けできないキャラクター選んじゃった。壁抜けできた方がいいだろうに。わあ、ジャンプだ、ジャンプへ飛び越えろ私。フレーフレー、おった。あ、だだ、久しぶりのすぎて、久しぶりすぎて、エイムが合ってない。どうも、あれ、エイムが合わん、エイムが合ってない。待ってリクルン、ウェイ、ジャンプしながらウェイウェイ。ああ、ようやく当たった、ようやく当たった、ようやく当たりましたわ。エイムが悪かったこのリクルガール。どこやったっけ、陣地。あー、あかんあかんあかん。当たらん。わあ、エイムが雑だった。リクルンばっか捕まえてる。俺リクルンのこと大好き。確か向こう側に一人おるんじゃないかな。よっしゃ、ショーピッピーゲット。イツツちゃんも近くおったもんね。やっちゃうもんね、これ。イエーイ。あ、ダメだ。あ、でもボタンが3つあるけんな。イエーイ、やってやったぜこの野郎、僕は設営もん。ああ、よかった、捕まえれてよかった。捕まえれたから君たち僕のメイドになってよ。メイドみたいな格好のお化けが言う。行きまーす、鉄稽古行きます。捕まえちゃうぞ。行きまーす。雪稽古飛びまーす。ジャンプです、ジャンプです。行きます。見つけ。ジャンプワイヤー。フェイファイヤー。ゲットだぜ。あ、まだリクルンじゃ。まだじゃないわ。私、雪稽古だからさっきの試合とかわかんない。わーい。あ、飛べ私。ダメ、それダメ、リクルンダメです、ダメなんです、ダメダメ。あと塩ピッピが向こうに行った。大体の場所は分かると思うんやけど、近くにいるのね。どこかな、いったね。やっちゃったけど、これはいけるかな。お住まいに捕まえた。そしてもう一人塩ピッピーの姿がいたね。これはいけるわ。いけちゃう、いけちゃう、いけちゃう、いけちゃった。ははは、鉄稽古の勝ちでーす。なんかピカサスみたいな喋り方になっちゃった。鉄稽古も勝てます。勝っちゃいました。